皆さんこんにちは、デッサンパイセンです。今回はテクスチャーについてお話をしていきます。テクスチャーというのは日本語では、質感というふうに言います。でこの、デッサンで、質感、材質感というのを表現していくことについてお話ししていきたいと思います。テクスチャーなんですが、生物デッサンで、いろんな、モチーフを、使いますが、それぞれに例えば、布は、布、人が、その絵を見た時にはこれは布だねって分かるような、柔らかい肌触りとか、あるいはガラスのように表面が、ツルツルしているようなものとか、そういう、肌触りとか、綿のように軽いとか重いとか、そういう、材質の違いというのをこれ、色で、絵を描いているときは、見た人が、色が塗ってあるんでそれが何かっていうのが分かりやすいんですが、デッサンの場合は単色で描いてますので、特にそういう材質感っていうのを大事に描いていかないと何が描いてあるのか分かりにくいということになります。物を、立体的に描くとか、物と物との、距離を、空間を出して描いていくとか、デッサンの動画として今までをやってきましたが、例えば、こういう、金属でも例えばメッキしてあってるような、メッキしてあるようなものとか、こっちから光が入ってきてこっちに影ができるとか、分かりやすい、モチーフもあれば、こういう金属のように光を反射して、周りの、景色を映すとか、これも完全に物を光を反射してますので、実際の形があってこっちから光が当たってこっちが影ができるというような、そういう分かりやすく描けるものではないので、あるいはガラスなんかも、光が入ってきてもそれが通り抜けていくので、こっちが明るい面こっちが暗い面って分かってても、描けない。で、材質一つ一つを、解説して描き方、その、手先の、テクニックみたいなものを解説していくのも非常に時間かかりますので、今回は割愛したいと思うんですが、そういうふうにものによってはとっても、描きにくいものもあると思います。こちらに、以前の動画で使った、ガラスのボトルですね。こういうガラスのボトルなんですが、これを、描いたものがあります。こういうのも、ガラスは光を通すので、光を通すのでどっちから光が当たってどっちから影ができるっていうのが、パッと見分かりにくい、ような材質で、強いハイライトが入って、硬い感じになってるとか、実際これ自体はガラスのボトル自体は発光してないんですが、発光してるわけではないんですけど、周りよりも極端に明るいような、強い光を出す、コントラストが、強くなっちゃうので、どうしてもガラスっていうのは、なので、遠くにあるものをコントラストを強く描いちゃうと、そこが目立ってしまうと、遠近感を出すときに、テーブルの上に物が近いとか遠いとかあっても、その遠近感、空間というのを壊しやすいので、なので生物で描くときにガラスのボトルとかガラス製品っていうのが、あるときに、その目に見える通りにコントラストを強く描いちゃうと、空間を壊しやすいということになると思います。
こちらへ、ちょっと書いてます。これは別に、同じ空間で、生物でデッサンをしているというわけではないです。上と下と、別々に書いてるんですが、上は、こういうような綿をのものを、書いてます。で、この下はこういう、スチールールを書いてます。で、この上の綿もスチールールも同じように柔らかい、ふわふわした材質、ふわふわした、まあ、手触りの質感のもので、できてますが、この上のやつは、これ、ナイロンですね、パン屋です。ぬいぐるみの中に入れたりするやつですけど、まあ、こういう、軽いもの、それから下のステンレスは、ステンレスじゃないわ、スチールールは、鉄でできています。で、例えば、これ、まあ、これはまあ別々に同じ生物画としては書いてないので、まあ、質感の差っていうのはそんなに、まあ、出していく必要はないんですが、例えば、まあ、綿を書くときに、実際に自分が書いていくグラデーションよりも若干柔らかい鉛筆を使って、なおかつこの綿の中は、柔らかい鉛筆だけど黒くせずに、まあ、優しいタッチで、塗っていく、鉛筆をその芯をしっかり寝かせて塗っていくようにして描いていく、柔らかい調子をつけていくとか、まあ、鉛ペン対比を使って、グラデーションはすごい浅い幅のグラデーション、明るい色の明暗で描いてるんだけど、ちゃんとこれがこんもりと丸いですよという立体感を持たせて描くとか、あるいはスチールールは今度逆に、まあ、実際こう自分が塗っていきたい色よりも硬い鉛筆を使う。これは、こっちは 6B で描いてます。こっちは 2B で描いてます。こっちの方が鉛筆は硬いです。で、しっかりまあ強く力を入れて、ハッチングで、まあ、色の濃淡を作っていく。そうすることで、ザラザラした、繊維一本一本は、うん、鉄ですので、硬い材質のものっていう感じに、書き分けて書いてます。まあ、こんな風にして、表情をつけて、まあ、書いていくことで、その生物を組んで、まあ、デッサンやっていく中で、その中でその材質感っていうのがより、まあ、表情豊かに、デッサンで書いていけるんじゃないかなというふうに思います。